こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナビゲーターは宮ラジから斉藤あさみです。さあ、そして今日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。早速ご紹介させていただきます。岡医院医院長、そして医学博士でいらっしゃいます岡宗男先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は1時間にわたってみつこさんお勉強の会ですね。はい、このね、はい、岡先生の著書に書いてある言葉をご紹介します。はい、はい、お願いします。糖尿病を薬に頼らず治したい、うん、そんなあなたに朗報です。お、朗報ですよ今日は、ね、しっかりメモを取りながら、うん、はい、しっかり勉強させていただきたいと思います。そして、はい、リスナープレゼントもありますよ。なんと、ね、はい、岡先生のこの5本、うん、菊芋超活用術、この素晴らしい5本を、はい、リスナーの皆さんにプレゼントしたいと思いますので、うん、ありがとうございます。どしどしメッセージお待ちしております、はい、メッセージお待ちしていますということで、先生一緒にタイトルコールをまずはお願いいたしますはい、心、体、健康、きれい情報番組、今からここからスタートです。冬眠から目覚めたクマたち、その喜びの音。ベローベアーズファーストアルバムついに完成。アコーディオン、ギター、そしてパーカッションが織りなすアコースティックサウンドを存分に堪能できる全10曲好評発売中。ベローベアーズの CD 通販&視聴サイトは栃木イケメンギタリスト、栃木イケメンギタリストで検索。この時間は今からここからお届けしています。エイトドットラウンジ、そして番組応援団の皆さんのご提供です。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、見るラジオ M プロジェクトリアルタイム字幕を配信しています。今からここからは聞こえの悪い方ともご一緒にお楽しみいただけるラジオです。字幕配信をご覧になりたい方は番組ホームページのトップページUD トークのバナーをタップしてご覧ください。すべてのエンターテインメントに情報保障を、みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたい方は UD トークアプリをダウンロードしてお気軽にご参加ください。詳細は番組のホームページ、カタカナで8ノットラウンジで検索お願いします。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスでミヤラジ宛てにお願いいたします。E メールアドレスは数字で773@miyaraji.com、 ファックス番号は 028-666-7878 です。またプラプラアプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしています。さあ、本日のメッセージですが、はい、あの応援メッセージはもちろんなんですけれども、うんうん、ゲストの方から、スペシャルな、リスナープレゼントをご用意いただいていますので、はい、欲しいという方はご住所、うん、ご連絡先もお書き添えの上メッセージをお寄せいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ、ということで改めて本日のゲストの方をご紹介させていただきます。岡医院医院長、そして医学博士でいらっしゃいます岡宗男先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生の書籍の話題が、うん、もうね、冒頭で出ましたけれども、まずはあの先生がどういったご活動をされているのかというのをちょっと自己紹介でお願いしてもいいでしょうか。はい、私あの栃木県の日光市出身でありまして、うん、今宇都宮に住んでおりますが、まあ、あの子供が4人おります。で、内科医師として35年、糖尿病を中心に診療をしてまいりました。4年前にまあ、それまで宇都宮で仕事をしていたんですが、母の死後ですね、
高齢の父の診療所を継承するべく日光へ戻りました。で今現在は週に4日診療所で勤務をしておりまして、平日の午前中は外来をやりまして、午後は訪問診療、在宅医療ですね、でこれはまあ通院できない高齢者の方とか、はい、あるいは悪性腫瘍の看取りですね、こういったことをやっております。はい、でその他に高齢者施設の特用の嘱託医をやったり、独協医大の日光医療センターで、週に一度、今隔週になりましたが糖尿病の外来診療をやってます。まあ、他に、日光地区の警察医をやったり、まあ地域の医師会の理事でもありまして、在宅医療の普及啓発といった活動もやっております。でそれに加えまして、まあ、今日こちらに、こちらでお話しするメインの話題になりますが、はい、ライフワークとしまして菊芋というものについて研究を15年前からしております。でこれはですね、糖尿病の方々の治療で食事療法、運動療法、薬物療法とありますが、その中で一番やはり大切なのが食事療法と、はい、で食事制限というものは非常に辛いもので、患者さんの立場にとっては我慢しなきゃいけないとかね、制約のストレスというのがございます。あるいは家族と一緒に同じものは食べれないとかね、そういったことがございまして、まあ、若い頃に患者さんの指導というふうな名のもとにですね、何は食べるな、あれしろこれしろって言っていたところ、患者さんから、そんなこと簡単に言うけどこの若造ができるわけねえだろうっていうふうな逆に言われたんですね。で、まあ、私自身も、まあ若かったし、まあ、血の気も多かったのもありますけど、じゃあやってやろうじゃないかってことで一緒にやったんですけど、大変つらかったんですね。でもう仕事にもならなくて、それならば体にいいもので、糖尿病の人たちがですね、食べてもいいよ、より一層食べると良くなるよというようなものはないかなということで探してきて、まあ、15年前にやっと菊芋に出会ったと、まあ、35年のうちの、まあ、15年ですね。はい、で最初10年は独協医大の内分泌代謝、今の代謝科といいまして、糖尿病を中心にした臨床をやってまして、でその後20年宇都宮で診療して、今日光へ戻って5年ということになります。なるほど、はい、先生のご本の中にね、はい、時に早死にしてもいいから好きなように食べたいと途中で治療を投げ出してしまう人も少なくありません、はい、本当に私の周りにも実際透析を治療していた親しい方もいましたし、まだ透析になる前のなんとかここで踏ん張りたいと、本当にこううさぎのようなというか野菜だけのね、食事をされている方いらっしゃいました、そういった方を目にしてますと、食べてもいいんだ、ね、この制限を解除できる暮らしっていうのは本当にありがたいことだなと思いますよね。でこれが食べたいものが食べられないという悩みや不安不満がストレス状態をなって、で血糖値を上昇させることにもなって、これは悪循環だということでね、もちろん食べたいもの何でも食べていいですよという話では決してないと思います、ただ、まあそうですね、好きなものを好きなようにという生活はもちろんできないまでも、まあ菊芋、これはもう本当に、後ほどお話しますが、コツというものがありまして、そのコツをきちんと理解して守っていただいて、活用していただくとある程度血糖が上がりにくいっていう状況は作れるはずなので、で腎臓の悪い方なんかの場合、特に糖尿病性腎症でね、透析導入疾患としては原因が1位になってますけど、菊芋はアミノ酸とカリウムが高いので、やみくもにそういう方が、菊芋は糖尿病にいいんだっていうんで、むやみやたらと取ると逆に悪い毒素が溜まったりですね、カリウムが上がったりというふうな問題がございますから、やはりその辺はプロのお医者さんに相談したりですね、して十分な理解を持って、まあ、活用していただきたい、そのように思いますね、そのための正しい知識を、そうですね、得て
自分で考え自分で判断するというところが大事になってくるのかしら。そうですね、今日ねじゃあ先生のお話を勉強させていただいて、はい、はい、本当にあの先生が医師のお仕事をされながら、はい、この菊芋にたどり着くまでのプロセスというか、はい、こういろいろ試行錯誤があったんじゃないかと思うんですが。そうですね、はい、まあ、今から15年前ですけれども、はい、ある方から菊芋というものを紹介されまして、うん、で最初は、なんていうか民間療法って一般的に言うもので、うん、まあ、どんなもんだかなっていう程度で1年間ぐらいほっといたんですね、うん、で自分でインターネットでいろいろ調べても菊芋の情報が本当に少なかったんです、うん、でその方のお話だけ聞いてなるほどそうなんだっていう、まあ、半信半疑ですね、うん、である時に菊芋の焼酎というアルコールですね、まあ、仲間と一緒に、うんうん、宇都宮カクテルの町ですから、うん、それを持ち込んで、仲間と、まあ、2時間ですね、うん、宴会をしたわけです。へー。で私訪問診療やってる関係で、うん、私の車の中に簡易式の血糖測定器がありまして、うん、で私が、まあ、酒を供給したんだから、うん、ちょっと血を取らせなさいということで宴会の前と宴会の2時間後ですね、うんうん、で血糖を測ったんです、はい、で 宴会って言っても3人ですから、炭水化物豊富な食事、うん、もう本当に、まあ、沖縄料理だったんですけどね、はい、うん、まあ、ソーキそば食べたり手羽先の唐揚げの甘酢あんかとか、ね、はいはい、そういうのをたくさん食べてお腹いっぱいになって、うんうんうん、まあ、酔っ払って、あ、そうだそうだ、血取んなきゃいけないよって、で2時間後取ったら、はい、3人が3人とも 20% 以上血糖が下がってたんです、うん、へー。でそれでびっくりしまして、はい、これは何ぞやと、うんうん、せっかくのお酒が冷めてしまったという話なんですけど、はい。それでそれからですね、まあ、いろいろとその、まあ、近しい友人とか、うん、まあ、身内とかですね、うん、実験台になってもらっていろいろやって、まあ、検査しながらですね、うん、菊芋の加工品などを取っていったところが非常にいいと、はい、でより一層こう興味が湧いて、でその私に菊芋を教えてくださった方は長野県の方なんですけど、うんうん、その方にお話をまた改めて伺ったところ、うん、なんとエソって糖尿病性エソと言いまして、はい、足が腐る病気ですね、うんうん、血管が詰まってということですけど、うんうん、それがと菊芋の摂取によって治ったという人が全国的に数いるんですね、うん、でこれはすごい話で、うんうんうん、もう目から鱗ですね、はい、今まで自分の患者さんたちで足を切断してきた人がたくさんいる状態ですから、うん、まあ、爪と違ってね当然生えてきませんからね、うん、だけどこれはちょっとすごい話だからできるだけ早く教えてあげなきゃっていう話になっていくわけです、うん、ところがなかなかその情報もないし情報の発信の仕方もわからない、うん、だけどやっぱり少しずつメディアで最近は取り上げられてね、うん、スーパーフードなんていうようなことで、はい、テレビなどでも取り上げられてますけど、実は菊芋には先ほどもちょっとお話ししましたがコツがございまして、うん、菊芋って非常に繁殖力と生命力の強い植物で、はい、外来危惧種なんですね、うんうん、で菊芋自身はもともとは北アメリカの原住民の トピナンプー族というのが、うん、食べていて、それを政教と革命で、うんうん、ヨーロッパからアメリカ大陸に渡った人たちが寒さと飢えで死んでいく中で、うん、原住民のインディアンが裸で走り回ってて元気だと、うんうんうん、何食ってんだっていうところが始まったんですね、うんうん、なるほど。で日本にはペリーが持ってきたという話です。で歴史は古いんですけど、うん、まあコツってものが知られてないんで、うん、ヨーロッパなどではハーブみたいな形で治療にも使われてるんですけど、うん、そのコツというのはですね、その繁殖力が強くて結局土の栄養を1年で根こそぎ吸収してしまうんですね、はい、そうすると土が枯れちゃうと、うん、で
土を休ませるっていうことをしなきゃいけないんですけど、うん、これが根っこが少しでも残ってると、うん、また生えるすごいんですよね、うん、ゾンビみたいなで私も日光の七里というところで、はい、菊芋の畑、うん、実験農場的に僕の仲良しと仲間とですね、はい、やってるんですけど、うん、昨年は1年間畑を休ませようとして、うんうんうん、今の時期っていうか、うんまあ、5月頃ですね、はい、だいぶ生い茂ってきたんで、うんうん、若いうちにトラクターで潰して、私の仲間と一緒にやったんですけど、うんうん、で、まあ、完全に土に戻って大丈夫だなと思ったら8月にもう一回同じことやる反面だったぐらい強いんですね、うん、へーそうなので、そこであの化学肥料なんかを、うん、あの連作障害が強いので、うんうん、毎年同じところで作ってると、うん、芋は小さくなるし、うんうんうん、あの背丈は低くなるし、はいはい、で本来は秋9月10月頃に黄色いキク科の植物なので、うんはい、コスモスみたいな黄色いお花、ね、そうです黄色い花ですね、うんうん、それが咲くんですけど、うんうん、連作しますと花も咲かなくなる。なるほど。で花咲かないと気がつかないんですね、うん、本当に葉っぱだけじゃ全然わからない、はいうんまあ、でそういうふうな状況がありまして連作をして小さくなってくるということになると、うん、今度は化学肥料なんかを使われますと、うん、これがまたでかい芋はできるんですけど、うん、中身がスカスカになるんですね、うん、要するにスカスカって酢が効くということじゃなくて、うんうん、栄養価が落ちて、うんうん、特に菊芋の主成分で効能成分であるイヌリンという水に溶ける食物繊維があるんですが、うんはいこれがどんどん減るんですね。なるほど。それがために私これ講演会の時にいつも笑いを取るために言うんですけど、うん、菊芋が効かない芋になっちゃうと、うん、化けてしまうとあよかったです受けてそれでその効かない芋を取り続けても、うんうん、何も起きないわけです。まあ、変な言い方しますけどへの足しにもならないっていう話で、うん、本当に腸内細菌のいい餌になるので便通は良くなるし、うんうんまあ、おならも増えるんですね。だから効かない芋だとへの足しにもならないな本当の話だなっていうことなんですけど、はいうんまあ、そんなことで、うん、そういうコツもありますしあとは常温で放置しますと、はい、イヌリアーゼという酵素が働いて、うん、イヌリンを分解するので、うん、オリゴ糖が増えちゃって、うんうん、カロリーが上がるんです。なるほど。でイヌリンというものがフルクトオリゴ糖に変わってしまうので、うん効能が少し落ちるとかあとは水に溶ける食物繊維まあ、ご覧のようにご覧のようにってラジオだから見えないですすいません生姜のような形をしてますから、はい、土が中にこう入り込むんですね、うんで洗うのが大変なんですが、うんうんうんまあ、温度あったかいお湯で、まあ、寒い時期に収穫なんです、はいはい、11月から2月とかっていう時期ですから、うんですねうん、であったかいお湯で洗うこともできないし、うん外で本当に鼻水垂らしながら手で洗うっていうのが一番いいんですけど、うんうん間違ってというか、まあ、意図的にというか、うん、せっかくいい菊芋が取れたとしても、うん、水桶にダバンとつけて、うん、ガラガラかき回すような洗い方をすると、うん、そのイヌリンという水に溶ける食物繊維が、うん、泥水の中に流れ出てしまう。あ、なるほど。もったいない。そうすると効能効果も落ちるわけですよね、うん、なるほど。難しいですね。そうなんです。で日本全国どこででもできます、まあ、沖縄以外という話ですけども、うん、どこでもできるんですけど、はいうん、果たして作って、うん、作られてる芋がきちんと管理されてるか、うん、ほっといても生えてきます、うん、雑草みたいな野生化して、はい、外来危惧種で本当に、はい、増えちゃって困っちゃうと、うん、で生命力も強いので、はい、以前あるお百姓さんが増えて困ったから除草剤をまいたと、うん、そしたら菊芋だけ残ったと。なるほど。そのぐらい強いんですね、うん、ですからそういうコツというものを情報発信してるんですけれど、はい、なかなか伝わらない、うん摂取する人はお酢を取ると効かなくなります。これ皆さん知らないんですね、うん、お酢が、まあ、相性食べ合わせということじゃないです、はい、お腹壊すとかそういうことじゃないんですけど、はい、お酢を取りますと、うん、菊芋は全く効かなくなる。へえ、じゃあピクルスダメ？ダメです。おお、美味しいですが、はい、保存にはいいんですよ、はいはい、だけど、うん、未だに菊芋の酢漬けっていうのを売ってるんです、はい、
うん、あれが売られてて、まあ、別に売ってってもらってもいいんですけど、うん、効能効果を期待して購入される人は、うん、はい、あ、まず聞かないと思いますから。良、はい、かれと思って食べてる人いそうですね。いますね、うん、はい、ですからそういうことが分かってる人が逆に、うん、あの菊芋を日光でお百姓さんで作ってる人が私の外来に来て、うん、菊芋の話をした時に、はい、あ、知ってる知ってる知ってるって感じだったんですよ、うん、でいろいろ話してたら、うん、全然知ってないじゃないかの話になって、うん、あなたが作ってるのは健康のためとかみんなの、ね、ためだとかそういうの言ってるけど、うん、そうじゃなくて中途半端な知識でやるとみんなの迷惑だからやめなさいって私に怒られちゃうぐらいな、うん、そういうこともあるんですよね、はい、で、まあ、余計なお世話って言えば余計なお世話なんですけど、ただ健康っていうものを意識して、うん、それをその治療に活用しようという考えであるならば、うん、やはりちょっとそういうものを十分理解した上で、うん、あの、まあ、生産とかね、うん、加工に当たっていただきたい、はいはい、もう質の高い菊芋じゃないと意味ないんだなっていうことがすごい分かりますね。でもこの先生のお話をお伺いしていると、うん、はい、その化学肥料による栄養その低下とか全ての野菜とか食品に現代言えていることなので、そうなんです。おっしゃる通りです。納得納得という、うん、全部つながっている話だっていう感じがしました。確かにあの朝鮮人参とか、うん、ウコンとか、うん、そういうものも、連作したり化学肥料を使ったりすると、うん、質が落ちていくというのはよく聞く話ですから、ね、全ての夏野菜にしても全ての栄養素がね、ビタミンとかミネラル分の低下っていうのがね、昔と栄養計算のね、うん、数量が全然違うって、うん、倍ほど食べなきゃとかね、倍じゃ効かないって聞きますから、ね、そうなんです、うん、本当にそうですね、だからあのこれよく冗談っぽく言うんですけど、うん、かつてポパイが、うん、ほうれん草を食べてオリーブを助けに行ったけど、うん、はい、今は食べても助けられないなんかってそういう話をして笑ってますけど、うん、そう、はい、でだけでなくリンの肩でそうですね、石になるとかね、はい、そんな話で、いや知るって大事だなと思いますね、うん、本当ですね、はい、ありがとうございます、はい、曲を挟みまして引き続きお話をお伺いしていきたいと思うんですが、今日この時間にお届けします曲、岡先生に選んでいただきました。もう宇都宮といえばこの方という感じですが、うん、渡辺貞夫さんのなんか50周年のアニバーサリー CD というのが発売されてるんですね。あ、もうしばらく前ですね、はい、そうですか、失礼しましたそちらの中からいい曲選んでいただきました、はい、My Dear Life という曲ですが、はい、なんか選んだもし理由があれば教えてください。ちょっとお恥ずかしいんですけど、かつてあのちょっとアルトサックスを習ってた時期がありまして、はい、あんまり言うこと自体おこがましいぐらいのレベルなんですけど、いや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 、でやはり憧れもございますし、うん、あのコンサートも何度も行ってますので、うん、もう大好きで、はい、この50周年のアニバーサリーのコンサートも行って、はい、そこで購入したという CD でございます。そうですか、はい、なんかこのね、はい、タイトルの、はい、My Dear Life っていう一文字が、あの一行がね、はい、先生のその医師としての姿勢に現れているような、うん、私はそんな感じがして、その先生のね、うん、あの患者さんの人生の QOL を高めるための、はい、治療をなさっているその姿勢がね、その一行に現れてるなって私は感じてしまいました。あ、もったいない言葉でございます。とんでもないです。先生のテーマソングお、ね、もうおこがましいです。お聞きいただきたいと思います。渡辺貞夫で My Dear Life。時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆さんのご提供です。本日の番組応援団です。オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、高根沢皮膚科クリニック、ワイルドキッチンくまくま&巻餃子専門店大正堂、おいしいね楽しいね、嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館、
美味しい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理、うふふパイプレストデュエ。あなたの日常に音楽を奏でる喜びを、岩崎和弘ギター教室。ガンサバイバーたちのラブフルートユニットキャンサーズ。心、体、ライフの学び屋、ここかライフ広場。群馬でガンチャが味わえる店、ティールームトパス。みんなで耕すオーガニック&コミュニティファームのシードオブライフ。以上の皆さんです。いつもありがとうございます。今からここからは皆様のご支援により放送しております。番組スポンサー個人応援団随時募集中です。よろしくお願いいたします。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。さあ、ということで改めて本日のゲストの方をご紹介いたします。岡医院院長、医学博士でいらっしゃいます岡宗男先生です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、メッセージが届きました、読ませていただきたいと思います。ラジオネーム町内会会長さんです。この腸は胃腸とかの腸です腸内細菌の腸です。そうです、そうです、はい、腸内会会長、三子さん、斉藤さん、こんばんは。こんばんは、そのような素敵なドクターがいらっしゃるなんて感動ですよ、ハート。私は5年前に突然遺伝性糖尿病に認定されて、絶対に薬は飲まないと誓い、オリジナルの食事療法で薬は不要の毎日です。検査通院は2ヶ月に1度です。で、菊芋は毎日必須。シーズン中はもちろん、シーズンオフでも、外食の時でも、自作の菊芋粉末を肌身離さず持ち歩きます。もちろん菊芋だけではないですけどね。今日は柔らかい、菊芋の新芽を庭で摘んでごまあえでいただきます。嬉しいな、菊芋談義すごい楽しみです、とのことです。先生、この食べ方はどうですか。柔らかい菊芋の新芽を庭で摘んでごまあえで食べたい、食べるという、はい、はい、私はやったことはないですけど、はい、美味しそうですね、うん、で、菊芋自身は実際は、まあ、皆さんご存知のように、冬場に上の茎が枯れて、はい、葉と茎が枯れてから、芋に栄養が、まあ、はい、流れると言いましょうか、うん、動きまして、はい、それを食べることでということですけど、まあ、ロシアだとかでは葉っぱとか花でお茶を作ったりしているようなこともございますので、はい、まあ、ちょっと新芽がどのくらい効果があるのか僕はちょっと検証はしてませんけれど、まあ、今の時期であれば美味しく召し上がれていいんじゃないかなと思って聞きました。春のね、芽吹きのエネルギーというか。そうですね、私も山菜とか、この間もタラの芽をいただいて、大変大好物で美味しくいただきましたけど、それに合うような、まあ、匹敵するような味なのかなと思って想像してます。はい、はいはい、メッセージありがとうございます。先生、まだまだメッセージ来てまして、いいですか、ご紹介して。はい、どうぞ、はい、ラジオネームメガネさんです。岡先生、三子さん、千佳さん、こんばんは。こんばんは。お世話になっております。先生、お店で聞いてますよ。改めて食事が大切と感じます。菊芋は体に良くて美味しいスーパーフードです。今後もおすすめしていきますね。いつもありがとうございます、とのことです。はい、ありがとうございます、ね、菊芋を召し上がっていらっしゃる方みたいですね、はい、はい。続いて、ラジオネーム今からここからさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日も楽しみに待っていました。菊芋大好きです。癖もなくて食べやすく、栄養価も高くて、いろいろと利用しています、うん、後半も楽しく学ばせていただきます、とのことです、ね、今からここからさんはね、はい、ヘルスフードマイスターとして、うん、とっても美味しいお料理を、その旬の時のね、はい、素材でお作りになられる方なんですよ。いろんなバリエーションで味わえそうです、うん、これは、うん、いろいろ教えていただきたいですね。お、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて、ラジオネームカレー屋店主さんです。こんばんは。こんばんみ。
お疲れさんです。ご無沙汰でカレー屋店主でございます。今宵も仕込みしながら聞いております。聞く芋聞く芋、知っているつもりでしたが全く知らないことばかりでした、うん、目から鱗、知るは大切ですね。食に携わるものとして非常に興味深く伺わせていただきました。当方が扱う食材との組み合わせも非常に興味のあるところです。由緒正しき芋が効果効能を発揮されるようですが、芋の見分け方、入手方法などありましたらご紹介いただきたいです。ご本も拝読したいです、とのことで。じゃあリスナープレゼント、はい、あ、そうですよ、はい、カレーと菊芋の相性いかがですかね、はい、あ、いいと思いますよね、うんうん、まあ、今もお話ありましたけど、菊芋を水にさらした場合には、はい、その水も使うという考え方ですね。結局水に溶ける食物繊維ですから、はい、うんうんうん、それを上手に使わないともったいないですね、うん、ですから芋の煮っころがしをして汁を飲まないっていうのはもったいない話になります、はい、なるほど。まあ、何かしらそのチャーハンかなんかに入れて炒めるとか、はい、その汁をですね、うん、そういう使い方をしていただくと、もうふんだんに効能が期待できるんじゃないかと思います、ね、すごい参考にしていただきたいと思います、ね、先ほどの話でも血糖値の上昇が抑えられるということでね、うんうん、はい、とっても興味深いですけども、先生、はい、糖尿病の方、あとはまあ予防したい方以外にも菊芋って食べてほしい、はい、食材ですか。はい、まあ、高血圧、いわゆる生活習慣病ですね、うん、糖尿病の他にも高血圧、高脂血症、あと肥満ですね、うん、私自身も実は10キロ痩せましたし、うん、最近ではですね、半年間で15キロ痩せたという人が、98キロで、うん、ある病院で腸を切ってこいと、うん、大学病院なりで、うんうん、腸を切ると、まあ、痩せるからと言われて、はい、うん、切腹嫌だって逃げてきた人がいまして、うんうんうん、でその方にちょっと指導をして、もちろん菊芋だけではないんですけれども、うん、はいはい、まあ、菊芋 の加工品をちょっと取りながらこういうことしてみたらという指導をしましたら、うん、半年で15キロ痩せましたね、うん、で血液データ、脂肪肝なんかの血液データも全て良くなりまして、うんうんうん、もう本当にうちの患者で中でも本当に効果が一番出たんじゃないかなと思うぐらいの、 あとは本の中でもご紹介してますが、はい、ヘモグロビン A1C といいまして、糖尿の、はい、まあ、過去 1,2 ヶ月前の糖尿の状態を示す数値なんですが、うん、正常値が 6.2 で7以上になると合併症が起こるよなんていうような話をするんですが、うん、まあ、表紙に書いてありますが、うん、17%、これ宇都宮の方なんですよ、うん、で私の知人が引っ張ってきて、うん、日光まで引っ張ってきて、うん、まあ、私宇都宮から行ってて、うん、宇都宮の人を日光で見るっていう不思議な感じだったんですけど、そうなんです。で 17%、うん、A1C がヘモグロビン A1C が 17% まで測れるということ自体、僕、はい、35年この業界にいて、うん、こんなのがいるんだと思ったぐらいなんですけど、うんうんうん、3ヶ月で 6.2 になりました、はい、もちろんこれは薬も使いましたけれど、うんうん、入院したりインシュリンなんてものを使わずに、うんうん、菊芋とあと食べ方の指導をして、うんうん、まあ、こういうものはちょっとできるだけ避けてっていうようなことをやりましたら、うん、もうあっという間に良くなって、はい、また合併症に対しても、うん、先ほどちょっとエソの話をしましたけど、はい、それ以外でもですね、例えば神経のしびれとか、はい、あるいは、まあ、先ほどの血流の改善もそうです、はい、腎機能なんかでも、まあ、腎硬化症といいまして、うん、腎臓の血管がですね動脈硬化を起こしたことで起こってくる腎障害ですが、うんうん、その血流を改善するっていう、うん、まあ、目詰まりを取るっていう言い方が理解しやすいんじゃないかと思いますけど、そういう効果がありまして、腎臓の血流が豊富になってろ過の量が増えて結局毒素が排泄されると、その結果クレアチニンだとか尿素窒素が下がるというふうなことで、私の患者さんでもう6年ぐらい見てるんですが、6年前に某大きな病院で透析をしなさいと言われて、うん、まあ、私がもうちょっと手に負えないから、まあ、そっち行ってっていう話をしたところ、うん、喧嘩して帰ってきちゃったんですね、うん、でも俺は透析やらないし、うん、死んでもいいから先生最後まで面倒見てっつって戻ってきちゃって、うん、それじゃあ
ちょっとあの先ほど見ましたけどアミノ酸とカリウムが高いので、うん、それをちょっと取り除いたイヌリンというものを積極的に摂取してもらったんですね、うん、菊芋のイヌリンですね、はい、そうしましたら、まあ、6年経った今もう透析せずに済んでて、うん、腎臓の機能がみるみる良くなってます、うん、でこれは驚きでして、うん、でこの数値をですね、まあ、ちょっとあの宣伝になっちゃいますけど今月末に発売の、うん、はつらつ元気っていう健康誌があるんですね、うん、で6月号に私記事を腎機能改善の記事を書いております、うん、ぜひあのご興味のある方はご参考になさられるといいと思います、うん、はいはい、これはまだまあ、各本屋さんに3冊ぐらいしか配本されないみたいなので、うん、なかなかちょっと入手が難しい部分もあるのかもしれませんが、うん、はい、うん、インターネットなんか使えるような方の場合は、うんうん、直接申し込めば、うんうん、確か600円だか700円だかそんなもんの月刊誌だと思います、はい、はつらつ元気の6月号、はいはい、そこに菊芋の腎機能改善効果というふうなことで書いてあります、はい、ありがとうございます、はい、先生のお話をお伺いしているとね本当に人体の代謝機能っていうのが素晴らしいなと自分たちでこう食べたものが体を作っているっていうことが、うん、そしてどん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 自分自らの力で改善されていく力があるんだっていうことをね、うん、本当ですね、本当に感じますけれども、はい、うん、まあ、血圧の話が出たのでちょっと、もう一言付け加えますと高血圧の方で減塩しなさいっていう指導をよく受けられると思うんですね、うん、はい、これはまあちょっと菊芋の話と糖尿の話とちょっと外れますけど塩化ナトリウムの摂取量っていうのが、血圧だけじゃなくてコレステロールとか糖尿病にも影響があるということを言われてまして、うん、で実はその海の水に近い組成っていうのは、うんうん、人間の体って海の水に組成が近いんだって話があります、はいはい、ですから人間は海から上がってきたんじゃないかっていう海洋生誕説というものを、うん、まあ、それが本当かどうかは別にしても、うん、だから海の水を摂取していて血圧が上がるはずがないっていうことをおっしゃってる循環器のお医者さんはたくさんいるんですね、うん、日本に、うん、だけど減塩減塩って言われて減塩の醤油を買ったりして、うん、減塩の醤油の場合は基本的に塩化ナトリウムが単体で少なめに添加物を入れて入ってるんですけど、はい、塩化ナトリウム摂取量って下がらないんですね、うん、結局、うん、ミネラルのバランスというのがあるので、うん、できるだけ海に近い組成の食塩、はい、いわゆる天然の食塩、うん、火を通して殺菌してたりしないで、うん、天日干しで熟成させるような塩とか、うん、あるいはお醤油なんかも、アルコールなんかを入れないような、うん、大豆と小麦と食塩この3つでできているようなお醤油を取っていただいて、うんうん、市販の例えば時短でできるめんつゆだとかドレッシングだとかというものじゃなくて、うん、いいお塩といいお醤油を使って、うん、手をかけて調理をしていただくと、うん、塩化ナトリウム摂取量はみるみる下がっていくっていうことがあります、うん、で実際にそれで塩化ナトリウム摂取量が減ってむくみが引けた腎臓の人とか、うん、血圧が正常になったとか、うん、まあ、これこの次のはつらつ元気に僕出すつもりなんですけど、私施設の食卓をやってまして、はい、昨年の4月に塩と醤油を変えさせたんですね、そこの施設に、うん、はい、そうしましたら半分ぐらいになりましたね、うん、でこれはもうある意味お医者さんが栄養指導をしないとか、うん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 、栄養士さんに全部丸投げっていう、まあ、お忙しいのもありますけど、うん、やはりそういう正確な情報といいましょうかね、それをきちんと伝えることが健康につながるという、うん、いわゆる医食同源ですね、菌元と共通して医食同源というふうな考え方で生活をされると生活習慣病は予防できるでしょうし、うんうん、あとはこの菊芋って毒性も副作用もございませんので、はい、よく低血糖を起こすんじゃないかっていうふうに言う栄養士さんとか薬剤師さんがいるんですけど、うん、低血糖を起こすのは薬を使ってるからであって、うん、薬を減らせばいいだけの話なんですね、うんうん、ですから菊芋で良くなって血糖が上がりにくいっていう状況が作れれば、はい、うん、少しずつそういうものから離脱されることを、
これはもう自分でやるっていうわけにいかないですから、うんうん、お医者さんの方がそういったことを理解して、うん、きちんとそういう正確な指導をしていっていただければ、うん、もっともっと元気な、まあ、ピンピンコロリのね健康都市っていうのを作れるんじゃないかというふうに思います、うんね、県内だと、はい、まあ、宇都宮市でも、はい、あの菊芋って本当に自分で栽培できると思うんですよ、はい、どんどん本当に簡単にね自分、うん、私の畑にもどんどん広がってますけれども、はい、これについての、はい、やっぱ自分でできるっていうことがすごいいいなと思うんですけど、うん、はい、でも注意点もあると。そう、質の高いものを作って、ね、それを効果的に調理して食べなきゃいけないから、はい、その辺の、はい、あの指導っていうのが、はい、ギュギュッと本に詰まってるわけですよね。そうですね、はい、まあ、収穫のタイミングとかですね、はい、まあ、レシピもこれはあの、これありがたい、宇都宮調理専門学校 IFC ですね、そこの主催者の方がこの本を作るにあたって、うん、うちで採れたうちの畑の菊芋を使って、いくつかのレシピ載せてくださいました、はい、もう本当にプロがいろいろ考えていただいて、うん、でサラダもなんかも出てますけど、うん、当然お酢は使わずに、うん、レモン汁とかですね、うん、そういうもので味をつけると、うん、あのちなみにクエン酸ですね、はい、あの柑橘系のレモンとか柚子とか、はい、そういうものは影響ありませんので、うん、あくまでもお酢がダメだということでご理解いただければと思います。いろいろこうコツがあの詰まっている一冊なので、はい、これあの今回この番組で5冊プレゼントということでご用意いただいてますが、はい、もちろん購入できますから、しかもいい場所で売ってますね、みつこさん。そうですね、あそこで買ってもらいましょう、はいはい、この番組のスポンサーでいらっしゃいます、はい、ララカフェさんで販売されてます、はい、この書籍をね、ぜひお手に取っていただいて、はい、入り口入って右手にあったなと思ったりします、はい、あともちろん先生の病院でも販売して、はい、売っております、はい、ネットで購入という場合にはアマゾンをご利用いただきたいと思います。そうですね、はい、あっという間でして、もうねエンディングが近づいてきたんですが、先生これからの展望なんかあったらぜひ教えていただきたいんですが、はいはい、今までもですね、あの菊芋に関しての講演というものをやってまいりました、はい、で地元の日光はもとより宇都宮だったりあるいは東京だったり、で中国まで行って話したりもしたんですけれども、うん、でラジオだとかももちろんですし、まあ、今週も栃木市の方のラジオに出る予定ですけど、うん、テレビなんかにも、うん、出たりしました、うん、であの新聞とかあの健康誌にも記事を書いて、うん、できるだけ正確な情報を多くの方々に、はい、まあ、朗報として拡散したいというふうな思いを持っていますが、はい、なかなかその、まあ、健康誌でもですね、あの私がそのコツを話しするともう面倒くさいからいいですっていうふうなところもあるんですね、実は、うん、どことは言いませんけど、うん、でさすがにそれショックを受けたね、うん、まあそういうとことは仕事しないようにしようと思って、まあ私があの記事を書いたところはまず大丈夫だというふうな判断していただければよろしいと思いますが、うん、であとはですね、あの日光市で実験農場やってますので、そこはあの当面は友人たちと続けたいという思いですね。あとはまあ先ほどお話しましたが、医食同源ということで、食事というものが医療、あの要するに体のですね、うん、あのまあ、医療とつながるというふうなことで、はい、同じ源であるということ、うん、あの海の水の塩もそうですけれど、うん、でそういうことをどんどんあの情報発信をしつつですね、うん、今ちょっとあるメーカーさんからあのオファーを受けまして、ちょっといい有機栽培をしている菊芋を使って、うん、いい商品を加工品として出したいと、うんうん、でその製品開発っていうものを、うん、ちょっと関わっていくような、うん、そのような展望がございます、はい、ですから、まあ、まあこの次出る時がいつか分かりませんけど、また出るつもりでいますけど、いや来てください、ありがとうございます。また新たな、なんか何か今度は手土産を持ってこれたらいいなと思ってます。何かそういった、ね、新しい開発された、ねね、商品っていうのは楽しみ、いや本当に素晴らしい、そういったものがね、うん、知識とともに広まるっていうことが、はい、本当に
日本の医療費削減にもつながるでしょうし、うん、そうですね、本当そうですね、それは本当に子どもたちに残すこれからの日本のことだし、はい、で今を生きる私たちも豊かな生き生きとした暮らしっていうのがね、はい、そうなんです、人生を今、うん、時代がですね、健康は自分で守る時代に入ってきてます、はい、うん、これから医療費も上がるとかね、うん、医療負担が上がっていく可能性もありますから、うん、やはりそれぞれが正しい知識を持って、うん、健康をに留意していただきたいと、それが私の願いでございます、はい、いや今日は素晴らしいお話が聞けましたね。本当ですね、なんかこう菊芋に対するイメージガラッと変わった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。初めてね、うん、聞いた方もね、はい、菊芋ってなんだろうみたいなところからの方もいらっしゃったでしょうし、はい、うん、そして本当に正しい知識が大事です、大事です、ね、必要としている方に届きますように、うん、ね、今日聞いてる方の身近なところにももしかしたら糖尿病で並んでらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないから、今多いからね、うん、本当にその血液の問題でね、はい、はい、書籍ですけども、うん、非常に字も大きく、うん、絵も多いし、そう、先生の写真も載ってる、私の写真も載ってますけど、まあそれはさておき、体験談といいましょうか、血液データの改善も出てますし、はい、レシピも出てるし、うん、これ私の友人で月刊ツインの田口社長という方が昨年1月に亡くなったんですが、はい、彼が私の背中を押してくれて、うん、皆で作り上げた本ですので、うん、非常にいろんな意味で魂こもってますので、はい、ぜひ皆さんご愛読いただいて、はい、菊芋に対して正しい理解を、はい、と思います。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。さあもうエンディング曲が流れ始めますが、みつこさん、来週のお知らせもちょっとしておきましょうか。はい、はい、すみません、この番組3年やってきまして、はい、毎週毎週休まず解禁賞だったんですけれども、はい、来週ついに私お休みをいただきます。はい、お留守番します。はい、ちょっと栃木国体に向けて、うん、ちょっと連休中にいろいろありまして、はい頑張ってヨットの方で頑張ってきますので、はい、うん、来週はジーザスセンター牧師、はい、ゴスペルシンガーの池田信也さんに、はい、このメインパーソナリティをバトンタッチして放送です、うん、はい、それはそれとしてお楽しみにということで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そんな池田信也さんの歌声でお別れしますアメージンググレイスをお届けしてのお別れです。本日ゲストにお越しくださいましたのは岡院院長医学博士の岡宗男先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にタイトルコールをご一緒にお願いいたします心、体、健康、綺麗情報番組、今から聞くよ。ありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。